山田上口駅は、三重県伊勢市上岸一丁目にある、東海旅客鉄道三宮線の駅である。快速、三重は、伊勢市駅発着の列車のみ停車し、他はべて通過する。1916年11月、宇治山田市長より、鉄道院総裁宛てに、三宮線筋向き橋、駅名解消並び通過列車廃止の義似不正案が、提出されている。ようやくは、以下の通り、 交換設備撤去前のホームの洋スタン式ホーム一面一線を有する地上駅。線路の南側にホームが設置されている。伊勢市駅管理の無人駅である。2018年まで使用されていた駅舎は背が高い木造モルタルのもので2台の自動券売機が稼働していた。また、無人化後もしばらくの間はキヨスクが営業していたほか、 伊勢神宮法納全国花火大会開催日のみ、臨時で駅員が配置されていた。2019年に改築された駅舎は簡素なものとなり、自動券売機は撤去されたほか、数名が座れるベンチが置かれただけの待合室があるのみとなっている。また、合わせて、古戦橋も撤去された。なお、現在の駅舎は、 遠めながら、Google ストリートビューで2019年11月時点のものが確認できる。2017年7月31日までは、相対式ホーム2面2線を有する構造であった。2017年7月31日までは、南側のホームが1番線、北側のホームが2番線とされ、それぞれ亀山方面、鳥羽方面の列車が発着し、互いのホームは、 ご選挙で連絡していた。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。駅前通り、宮川堤の桜駅の裏手には、横浜ゴムの三重工場がある。正面は、非常に明けた伊勢市街地である。くすの木の並木が続くロータリーがある。当駅に一部が停車する快速、三重の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。